アメーネブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ郡に位置する小都市である。この町は、同盟のアメーネブルク城の周りを囲むように山上に、作られている。アメーネブルク旧市街は、岩山の上に作られている。アメーネブルクは、マールブルクから東に、約11キロメートル、ラーン川支流オーム川沿いの玄武岩でできた、丸い山の山頂に位置する。 この山は、ヘッセン州で一番大きな工作地の一つである、アメーネブルク盆地にあり、その中の唯一の山がこのアメーネブルクである。この盆地は、ブルクバルト、オーバーヘッシシェシュベレ、ルムダコーチ、ラーン山地を、それぞれ5から7キロメートルの幅で隔てている。アメーネブルクのふもと、オウム川の下流にあたる、町の南東には、キルヒハイン、 オム洪水水水防止用水位調整貯水池がある年間降水量は6 3 0ミ、mm、リメートルである。この降水量はドイツで、海1、3に含まれる。これよりも少ない値を記録しているドイツの気象台は、全体の26%である。最も乾いた月は2月、最も降水量が多いのは5月である。5月には2月の1.6倍の降水がある。 降水量はわずかに変動するだけであり、年間を通して極めて均等な値である。これよりも変動の少ないドイツの気象台は4%だけである。リューディヒハイム地区は盆地の東、中核地区の南東を位置する。ロスドルフ、マールドルフ、エアフルツハウゼンは南部に点在し、ルムダコーチの北に接している。ルムダコーチのマールドルファークッペは 高さ405メートルで町内で最も高い。アメーネブルク市内、中核地区から約3キロメートル離れたキルヒハインとの市境には、1928年に合併されたプランスドルフ上館がある。アメーネブルクは、北はキルヒハイン、東はシュタットアレンドルフ、南東はホムベルク、西はエプスドルファーグルントと境を接する。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンによるアメーネブルクの同伴が発掘調査は、新石器時代にはこの地域に定住者があったことを示している。ケルト時代には都市があったと推測されている。721年に聖母にファティウスがアメーネーブルク城のふもとに小さな修道院と新しい教会を建設し、 アイルランド・スコットランド系修道士が建設した、先行する古い教会を改造した。アメーネブルクの南には12世紀にベーニゲンブルクの遺跡がある。12世紀半ばから、ヘッセンの大部分は、中ンゲン砲白領となり、その後1247年から、ヘッセン砲白領となった。両方白は、15世紀前半がまで、マインツ大使教と、 ヘッセン北た中部の覇権を争った。1427年に砲白が最終的な勝利を収めた後も、マインズ選定校はいくつかの所領をヘッセン領内に飛び地として所有し続けた。アメーネブルク教区もこうした飛び地の一つであった。30年戦争の間、アメーネブルクの死と城は何度も占領された。1621年に、 クリスティアン・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル将軍は死と城を占領した。その翌年に死の防衛施設が再び設けられ大きな取り出が築かれた。こうした防衛施設は1655年のマテウス・メイリアンの同伴画にも認められる。1640年11月4日に死は皇帝軍によって占領された。 しかし1646年6月19日に、市は、カールグスタフ・ウランゲルが率いるヘッセン軍と、スウェーデン軍によって、改めて占領された。ブリュッカー水車の前に、石造りのオウム橋がある。この橋は、歴史的に重要な街道の橋であった。ここは、7年戦争の間1762年に、ヘッセン、ハノーファー、ブラウンシュバイクの連合軍が、 フランス軍と交戦したことで有名である。1762年9月21日の14時間に渡る戦闘で両軍から527人の死者と1363人の負傷者が出たが、勝者はなかった。その数週間後に停戦協定が結ばれた。1803年の帝国代表者会議主要決議に基づきアメーネブルクは、 他のマインツ氏協領の飛び地であるフリッツラー、ナウムブルク、ノイシュタットともに、いわゆるフリッツラー公領として統合され、ヘッセンカッセル砲白領に編入された。その君主は同じ年に選定校に昇格した。1866年のプロイセンによるヘッセンカッセル公領併合によってアメーネブルクは、プロイセン領となった。アメーネブルク近郊には、 11世紀から12世紀の水城であるラーデンハウゼン城がある。アメーネブルク周辺には、ブリュック、ブルンスフォルト、ゲレンデ、ホイヒエルハイム、リンダウ、ラーデンハウゼン、バーネフーゼンといった廃村がある。アメーネブルクの市議会は、31議席からなる。無所属のミハエル・リヒター・プレッテンベルクは、 2005年7月17日の市長選挙決戦投票で58.5%の票を獲得して初当選した。この選挙の投票率は69.1%であった。この町の紋章はカトリックの伝統に基づくモチーフが描かれている。すなわち寒さに震える貧しい人に自らのマントを切って与えようとする聖マルティンが描かれている。 さらに、マインツの輪も描かれている。アメーネブルク博物館には、アメーネブルク盆地の戦士時代、古代史、農耕史、中世の防衛施設と発掘出土品、解説付きの模型やジオラマが展示されている。天井裏のフロアは、自然保護、インフォメーションセンターとなっている。ブリュッカーミューレとオウム側に架かる橋アメーネブルク地区の、長方形のマルクト広場は、 18世紀に現在の形に作られ、1990年から1995年の地方開発プログラム、アインファカ・ステード・ターナイエルンに従って、徹底的に元々の姿に合わせて近代化され、修復された。見どころは、リンダー・アーモンに面し、ナヤや,や領主館を有するマインツァー・ホーフである。隣接する教会は、ネオゴシック様式のバシリカ教会である。 その北面には、バロック様式のボンネット型屋根をいただいた14世紀の境界塔がある。山頂の周囲には、慈壁の大部分が残されている。慈壁の外側をめぐる周回路からは、周辺の良い眺めが得られる。慈壁の2つの塔が残されている。慈壁は、約12ヘクタールの土地を囲んでおり、アメーネーブルク城に繋がっている。 ブルクホーフアム・リンダウアートはとベーニゲンブルクの2つの家臣の館跡がある。周辺の歴史的重要性の他にアメーネブルク自然保護地区はヘッセンの自然保護地区の中で最も古いものとして知られており、自然学修路で見学することが可能である。特に重要なのは西斜面とベーニゲンブルクの斜面の痩せた草地の植生である。 この地区に関する情報は、木組の視聴者の近くにある、自然保護、インフォメーションセンターで得ることができる。岩山の南東のふもとに、歴史的な水車、ブリュッカー・ミューレがある。7年戦争の際、1762年9月21日に、フランス軍とプロイセンを支援する軍勢との間で、多大な戦死者、負傷者を出した戦闘、ブリュッカー・ミューレの戦いが行われた。 水車小屋と隣り合った、ブリュッカービルトハウスの中庭には、バロック様式のオベリスク、フリーデンシュタインがある。これは、この旅館で非公開の和平交渉が行われたことを記念するものである。ブリュッカーミューレの水車は、もともとは穀物を引くために用いられていた。後に、アメーネブルクに水を供給するためのポンプ場として利用された。水車自体は現在、 発電に用いられており、粉引きに用いられることはない。ブリュッカー・ミューレット、ブリュッカー・ビルト・ハウスの建物は、現在、自然食品販売店及び自然食レストラン、カフェとなっている。中核式以外で重要なのは、1928年にアメーネブルクに編入された、プラウスドルフ城で、16世紀に建設された部分を、残しているが、内部に立ち入ることはできない。 2008年から、マールブルクの新植物園で開催されている野外、ショートフィルムフェスティバル、オープンアイは、2007年までの10年間アメーネブルク、上司で開催されていた。アメーネブルク集落のやや北側を連邦道 B62 号線が、通っている。この道路は、シュバルムシュタットへ向かう、B454 号線及び、マールブルク方面では、B3 号線に接続する。 鉄道網にはアメーネブルクの北 5km のキルヒハインからアクセスする。ありがとうございます。